シンガービルはアメリカ合衆国ニューヨーク市ローアーマンハッタンにあった超高層ビルである。シンガータワーとも呼ばれる。所在地はニューヨーク市マンハッタン区ファイナンシャルディストリクトのリバティストリートとブロードウェイの間にあった。47階建て高さ187メートルでシンガーマニファクチャリングカンパニーの本社ビルとして1908年に竣工した。 1968年に再開発によって解体され、このビルがあった場所には現在はワンリバティプラザが建っている。このビルはシンガーミシンカンパニーの社長であるフレデリック・ボーンによって発注された。彼はボザール様式の初期の主導者であった著名な建築家アーネスト・フラックを雇った。フラックは現在の総方地区である プリンスストリートとスプリングストリートの間の561、ブロードウェイにあったシンガー車の以前の本社ビルの設計も行っており、こちらのビルは新しいシンガービルができてからは、リトルシンガービルと呼ばれるようになった。試行計画と試行図は、ジョージ W コナブルにより作成された。フラッグは10、または15階以上のビルは、通りから奥まったところに建てるべきだと考えていたため、 タワー部分はこの区画の4分の一のみを占めている。区画を占める12階建ての土台部分のビルに対してタワー部分は比較的細いデザインとなっている。タワー部分の木材橋は一辺が20メートルしかない。地上187メートルの高さは完成当時はフィラデルフィア市庁舎を抜いて超高層ビルとして世界一となった。この記録は1909年に メトロポリタン生命保険会社タワーが同じく、マンハッタンのマジソンアベニュー23丁目に完成したことで塗り替えられた。ただし、建築物として、この当時世界一高かったのは、エッフェル塔であったが、アメリカで一番高い建築物であったワシントン、記念塔の記録は塗り替えた。また高層ビルではないが、この当時世界一高い建物であった、長い戦闘を持つモーレ・アントネリアーナは、 フィラデルフィア市聴者よりも高かったが、この記録も塗り替えた。高層ビル区確保が1916年に成立し、フラッグの強い要請により、高いビルは通りから離して建てるべきだという彼の考えが組み込まれた。1961年、シンガー社はこのビルを売却し、ロックフェラーセンターへ移転した。そして、このビルは不動産デベロッパーのウィリアム・ゼッケンドルフによって取得され、 実現しなかったが、ニューヨーク証券取引所をこの場所に移転させることを考えていた。1964年、US スチールが隣接するシティインベスティングビルと共に、このビルを取得し、解体して新しいビルを建てることとなった。1960年代には、ビル内の床面積が小さいことから、このビルは非経済的になっていた。このビルのタワー部分は1階あたり390。 平方メートルなのに対し、新しく建てられた US スチールビルは1階あたり3400平方メートルであった。解体が始まる1967年の時点で、ニューヨーク市は新しく歴史建造物保存委員を制定させており、シンガービルはニューヨークで最も象徴的な建築物の一つであるとみなされて、いたが解体を止めさせることになるであろうランドマーク認定を、 与えることはしなかった。その委員の理事であったアランバーナムは、1967年8月にもしそのビルをランドマークとして指定するならば、ニューヨーク市はそのビルを保存するための代わりの買い手を見つける必要があったと語っている。解体は1967年8月に始まり、翌年に完了した。この時点では、それまでに解体されたことのある建物の中で最も高いビルとなった。 この記録は2001年のアメリカ同時多発テロ事件で崩壊したワールドトレードセンターに木によって塗り替えられ、シンガービルは、双方にある以前のシンガービルはまだ現存している。ありがとうございます。